これ公園部なのかな。あら、ここ見えんだ。あ、大きいね、思ったよりも。以前来たことあんねんけどね。まあ、大雨の日でしたわ、3、4年前。あら、すごい雨でね。大雨系を出たかな。あ、入れるのかな。え、入れる、言い出してくれんのこれ、これ。あかんか、やっぱり入れへんか。あ、レイヤーショーどこあんのかね。あそこね、護岸工事終わってますね。まあ言うてもそこまで大きくないけどね。公園部に行けたらいいんやけどね。あの、ほら、裏へ回れるかね。さっき反対側回ったけど行けたね。水人天の水人天の皇后皇子のね。はいはい、お子さんでございましたか。水人天の皇子ってものすごく多いんだけどね、あちこちね。これ新しいね、これ、これ、まあ新しいね、これ。はい、ありがとうございます。ここね。はい、ちょっと横回ってみましょうか。はい、ありがとうございます。これ、午後もだいぶ残ってますね、きれいにね。ああ、これ、車で入るとここ来たな、これ。3、4年、4、5年前に。ここ入ってきて、なんか車で大ごとやったね、出る、U ターンで言うと。記憶残ってるね、これ。ああ、大雨の日でしたわ。大雨警報が出たね、日やから。これ右入ったやな、確か。あ、記憶ある、記憶ある、これ、これ。うわ、大きいね、思ったよりもね。あら、思ったよりも大きいわ。まあ、50番以内に入るんやから、大きいの大きいんやけどね。50番以内入ってたかね。あ、ここや。あ、ここ来たとこや。おー、いいね、これ、眺め。これ、歩かれんやろね、これ、横。これ、車でここまで入ってきたよな。ナビでね、これ、行けるようになってんねんけど、これ、行けんやろうな、もうね、ここまで入ってきて。ほんで、バックヒン大変やったんやけど。ここ、ほら。ウドハカ古墳入式入彦の御事。という宮内庁の管理を受けています。幅120メートル、長さ170メートル。170メートル。おお、電車や。びっくりするやん。これどうなんだろう、ここ。あ、そこ入ったらあかんの。ここ入っていいの。ほら。おお、素晴らしい。素晴らしい眺めでございます。これはこんな眺めでね。お、横はこれ JR か、これ。なんだろうね、これ。あ、何回いるか。いや、そうだ。何回こんなこと撮ってたの。はいはい。何回でもない。3、4年前まで本当に回ってね、歩いてね、ぐる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 。思い出すがね、これ。ここはね、回ってないんですよ。こう中には入らないでください書いてある。ここ歩けんねんな。あすかで、あの、あぜ道を歩いてたらね、なんかちょっとクレームが来まして、あぜ道を歩いたらあかんのですわ。あ、このね、弁護士の人に聞いたらね、あぜ道は歩けないんで。あぜ道一応ね、あの、所有権があって、田んぼの、両方の田んぼの間はね、両方で半分にしてね、所有権があるらしいですわ。だから、入るんやったら、ちゃんとね、了解取るか。ね、そしたら中にらしいけどね。そんなもん知らんしね、わしは田舎で、
田んぼなんか、やる道なんか、入るほどやったからね、まさか入ったかあかんと思わんだね。この場合はね、あの、柵の中に入るの、入ったあきまで書いてあるから、これええんだろ。おお。これ一瞬前、回れんのかね。170m ぐらいあるけど、ものすごく大きいんですよ、これ。思ったより大きかったね、170m。じゃ誰も歩いてる人おらんね。4、5年前一回来た時はね、もう、大雨注意、警報が出たからね、車が出れなかったね、あまりの雨に。で、車の中からちょっと撮影したのあったんだけどね、さっきその辺まで来たんだけど、そこまでね、住宅地まで。反対側、ここで終わってんね、午後はね。歩いた跡があるから、人が歩いてますよ、これは。これ、バイ塚やな、これ。バイ塚が残ってます、これ。どこから住んどるけどね、バイズが。南海電車が横通ってんだけどね。交通量禁止でございます。はい、わかりました。暑いよ。ほら、ここにもこう残ってんね、こっちも。3、4年前までずっとほとんどの古墳もね、前方向に回っとんだけど、最下に回ったらここ回ってなかったね、車でしかね、回れましたわ。どうかな思ってね。いやー、今ものすごい、あのあれにね、雲の巣にね、今引っかかりましたわ。これ一周できましたね、これ。ちょっと厳しいだからね、ちょっとね。回れたんでございますけどね。そこ入れんやな。あるのはね、昔分かったんやけどね、初めて入ってきたんだよね。26号線を通ってると、こうね、ナビに表示しますからね。この広さでございます。中には入ることできなかったんですけどね。そこ見てみましょうか、こっちから。これ。見るから見るね。